やったね、イーサン。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。はい。その屋敷から出ないと、メインホールから出られるかも。分かった。あと、腕のはコデックスっていうの。なくさないで。大事なものだよ。だ少年に聞こえんねんけど、女の人にも聞こえる。中性的なんだこいつ。なんだこいつ。私的にはボーイッシュの女の人かなと思ってる。ああ、うん、そういう風にも聞こえる。ここはどこだ。あ、また上上がってきた感じか。うん。メインホールってどこよ。待って。ホールに向かう。反対か。武器が欲しい。せやな。ああ、なるほどね。まっすぐ行けばいい、まっすぐ行けばいい、まっすぐ行けばいい。何？何それ何？何これ？何？写真かい。写真やった。それイーサンじゃない？イーサンちゃんは。それゾイ。ぽくない？なんで、なんだっけ、ゾロ？ゾイ。ゾイがこんなとこ映る？ぽくない。なんかボイッシュな。いやまあそうやけど。まだどんな。わお。様子かわからへんから。ああこれに必要なんかなこういうのが。これは使えない。そういうのではない。寝た時です、ね、あ体か持ってこいってか今の体。あさっき投げてきた男や。いや食べ物をルーカスというのか。さっきのイカれた夫婦だ。せやなジャックとマーガレット25回目か。マーガレットが怒ってた女の人やな。ジャックが怖い人や。なんかない？怖い。なんかなんかあのあれやな太陽光。あれ見ちゃった。え？あれ見ちゃったつい。ああ。ゆらゆらそうだ。そうそうそうそんな。うちにもある。ちょうど私。はい。ちょうどね私のあのテレビの上にもあるっていう。また来た。言っちゃうんだけど。早いな。てか多分。すぐまあやばいやろ今。あの腰炭化しないけど胃がぐるぐるすんねん。あらら。ちょっと危険じゃない。うん、ちょっと。ゆっくり寝ながら見たら。寝ていいの？いや完全に寝るのはあかんと思うけど。寝ながら。しゃあないやろだって。どうやって寝ながら。ずっと寄っててもあれやし。何？あれおばあさん亡くなってる。起きたんか。これあ。何ぶら下げるもんなんかないよな。頭に血が伸びる感覚だ。もうちょっと後ろ行けばいいやん。行かれへんねん。なんか鍵やったっけな。今のとこ多分開けられそうなもんキーピックぐらいしかないと思うです。これなんかぶら下げんねんな。ねもう怖いからやめてや。おいこっちだ。おいお前。ん？あ警察。おい頼む助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんたここの人間なのか。つまりこの家に住んでるのか。俺が？そうじゃない。違う。そうか。実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない。ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか。じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。どういうこと？いいか。さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。わかったよ。何でも話すから。よし、わかればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう。
もうこういうとこのさ、銃貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないかな。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ヒーローやろ。ポケットナイフだって。持っていけ。これで十分だ。ほら、さっさとガレージへ行け。今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。刺せばいい。接近戦。あ、さっきの剥がせるやん。よし。ガレージ。ガレージ。ありがとう。音で気づかへんかな。ふう。やろうぜやろうぜ。いいね。綺麗に切るな。うん。いい感じやわ。あ、保安官。早く出よう。あ、保安官補佐。まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだろ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。うーし。うーし。あ、閉めるな。やめろ。閉めるな。あった。なんか。あ、もういい、無理。だからこういうホラーゲームの警察官は役に立たないんだ。うわ、やられちゃった。こちら切られた。あらまあ。ちょ待って、あかんかん。せやな、火薬使う。手にかけるんや。もうおしまいだ。来た。だから無理やって、そんな。ちょっと逃げよう逃げよう。走られへんのかな。参ったな。ごめん、もう一回やるわ。大丈夫大丈夫、防御は知ってくる。聞いて、あ、全然聞いてる可能性。本当はやってほしいだろ。そんな M じゃねえよ。車？風に車？ちょっと待って。そうなるだろうよ。無理やろ。なんで乗ったの。おい、なんで乗ったの。走るかなって思ってさ。思った。何も走せない。お前はもう家族だ。ちょっと、僕がこんなことするかよ。マジか。あ、なんかある。弾なくなった。行けない。待って、あー。あーし。またやられたかな。あーし。どうしたんだ、もう弾切れか。弾切れ。切れ。車のキーがあるやん。それで逃げろってこと？そういうことやな。でもさ、ガードレールの扉大丈夫なの？それで。いやいや。開けて。お前を潰してやる。虫けらみたいに潰してやるからな。いい車だな。ちょっくら乗らせてくれ。誰かお前を乗せるか。わ、乗られる。オープンカーにされる。すげえ。さっさと逃げた方がいいぞ。最悪やな。最悪や。こうなる前に先乗らなかったんちゃう。そうなんかな。え、だって組み立たしたいする気せん。うわお、乗せて。そうなるわ。そうなるわ。先に乗らなかったんちゃう。さっき乗らなかったんかな。よくはそういう感じするよなって思う。うん、普通はせえへん。仕方ない、お前もここで殺してやる。あ、よし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 、これでよし。あーれー、ノーノーノー、よしって。いや、お前じゃない。俺が運転してる。オープンカー
にするなよ。あ、多分でも絶対こうなると思うねんな。それの間に、ごめん、癖で落としちゃった。いった、これさ遅すぎて。次は、あ、一位一緒か。次こっちやろ。それまま動画をどうすればいいの。いや、多分、狙ってきてるから。あー、そうか、パターンじゃないか。捕まえてやるぞ。これを撃つんかな思ったけど、あ、やっぱりそうか。あー、わかった、パンクを狙うんや。仕方ない、お前もここで殺してやるし。アクセルって何？アクセルは進む。なるほど。よしよしよし、先手を取ったらいいんやな。あ、立て。いいぞいいぞ。行ってやるぞ。よし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 。先手必勝。行けた？どこ行った？あと消えた。オープンカーは嫌、一生は嫌、なんでも嫌、嫌やー。行ったことないです。ちょ、やめてください。何する気や。もう終わりにしよう、俺たちで。あー、まあ、何いいね、一緒にドライブを楽しもうぜ。いやいや、刺激ない。いや、やめろ。え、 あ、よかった。あ、自分がいた、よかった。動いてる動いてる。あ、助かった。いや、あの鉄砲で頭をぶち抜こう。あ、まだいい。うわ、あ、燃えた燃えた、燃えてる。なんで、え、なんで、おいおい、何しやがる、どうしてくれるんだよ、この。また間違えた、焼いたのに。なんで燃えてんのに、いけんの。怖いねんけど。うん、そう。あ、死んだ。あ、でもいけたっぽいね。いけたっぽいな。あ、これが試行錯誤の醍醐味だ。ああ、最初に取ればよかったね。なるほど。怖かった。これで、まだ作られへんかな。あ、作れた。怖っ。特に何も落ちてへんね。防御覚えなあかんな。お、やっぱり。いいね。よし、使っとった方がええやろうな、これ。血ついてるし。もう少しダメージ受けて側にする？いや、もうそれは名護さんの判断で。ですよね。うん。疲れさんですよね。うわ、しっかり見ておけよ。今から面白いものを見せてやる。マジかよ。マジかよ。そんな冷静にマジかよって。生きて、いや、動いてる動いてる、生きてるな。てる、起きてたよな今。なんなん、口動いてたなあ。どんだけやっても死なへんことを訴えたかったんかな。あった、
これ取りたいよな。すいません、もらいます。これで目的のホームに行けるな。あ、なるほど、こっちは何もないんだね。あった、何やった、さっきショットガンって見えたけど、たまちゃん。よし、怖いなこれ。なんとかでも行けた、行けた。一番怖いなって、あのおじいちゃん。さあ、分からへん。でも あとババアと息子がおるから。そうそう、ババアと息子と、あとラスボスっぽいおばあちゃんもおるやつ。なんとも言われへんな。あった、うん、行けたね。戻ってきた。またある、うん、僕を撃ってよ、僕を撃ってよ、僕を撃ってよってお前のことか。アイテムなんや。ちょっと待って、もう一個押してるわ。うん、こっち開け。どこにでもいる。撃たなあかんの、これじゃダメ。あ、いけるやん。あれはアイテムやな、多分これ。あんな変な首動いてんのが、うん、集めたらなんかもらえるとか、そういう。びっくりした。なんか人おったんかと思った。人おったんか思った、私も。帽子。あら、またかかってくると思ったよ。もしもし。父さんにいじめられた。父親なのか。昔はね。なあ、あんたの言うてこと正しいかも。やつはもう死んだ。あんたならできるかもね。え、何のことだ。やってもらいたいことがあるんだけど、今は話せない。鍵がいるかもしれないけど、とにかくこの屋敷から出てる。分かった、また連絡する。鍵がいるかもしれないけど、鍵探せってこと。そしてそれをしない、分かったっていうこの人もあれやけど、鍵に、なんか嫌な扉。ガンパウダーってなんだ。顔面パウダー、なんでやん。これも違うな。あれは関係なかった。ああ、ハンドガンに、ハンドガンの弾が作れんのか。なるほど。お、アンティークコイン、あ、やっちまった。ちょ、R1 よく押すやつやから間違えるわ。押したか、押したか。よし、あ、これで多分作れる。これがほら、まだないよな。うん、ないと思う。アンティークコインのこと、これわかんない。スカイハンター。ああ、なるほど。あ、ちゃうな、あれは、あれには思うってことやなこれ、うん、アンティークコインじゃねえわ、これじゃない。せやな。もう一つなんていくコインがあるよ。ちゃうちゃうちゃう、あの羽に合うもんじゃないとかね。これじゃない。武器ですよね。まあそういうことだろうと思いました。代わりになるもん持ってこいってことか。だね。さあ、あの扇風機の羽の影にすごいちょっとびっくりした。ああ、私も、うん、下にまだ扉あるな、うん、では次、はい、
ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年で20人以上。ノースカロライナ州在住の大学生ヘレン・ミッドキフさんがルイジアナ旅行中の21日夜から消息を絶っている件を受けて、州警察のハウエル警部は同州南部地域での行方不明者がこの2年余りで急増していると記事に語った。記者に語った。不明者の多くは旅行者や不老者で、その数は少なくとも20人に上るとみられている。不老者ってあれ、家なき人、それともその歩いてる人、タピーしてる人。まあいいや。警察では何らかの犯罪に巻き込まれた可能性もあるとみて、地元住民への聞き込み強化や捜査員の増員を行うとのこと。今言うときますけど、田中月は無理ですね、酔ってますわ。あ、さっきやりに行こうか。よくし、これだね、これだね。いやなんかボンボンとかなってさ、開けたりグワーってきたらさ、ああ思う、なったー。あっ、変わってる。一応試してみようか。試すだけ試す、してみる。違うなですね。なんかごめん、あ、でもなんかあうったりして、なんかあの逆向きとか。バカには何言ったって分かりゃしねえ。いや、どう見てもこれはならん気がするな、うん、諦めよっか。あ、こういう骸骨持った女の人の絵は好きかもしれない。デザインチックで、うわ、なんか嫌な部屋、嫌な感じ。虫が出てきますよって言ってるようなもんよね、これ。でもあれサソリやで。虫やないか。え、サソリはザリガニみたいな。そうか、ザリガニ虫ちゃうんか、サソリって。サソリは虫やけど、見た感じはザリガニっぽいやつ。動物の虫やって。ああ、ばあちゃん移動してる。ばっちゃん移動してるやん。何してんの。ほんでまたねと。いや、開けてるな、目。え、白目やで。うん。ゾンビのミラちゃん。どうしたの、ばあちゃん。